いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、スカバエの新要素の情報、こちらがね、入ってきたので、こちらについてね、触れていきたいと思います。というわけでね、動画タイトル、スカバエの新要素は結晶化、対戦コンテンツの世界が変わるということで、動画内容といたしましてはね、スカバエの結晶化情報について、こちらについての話と考察となっております。では今後もね、ポケモン速報情報ね、どんどん上げていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。このチャンネルなんですけどね、ゲーム、あ、すいません、最近ね、始めて、まだまだね、ちょっと実績等なくて、チャンネル登録者ね、全然いませんので、まあ、ぜひね、応援っていう意味で、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では行きましょうか。まずね、結晶化について。こちらなんですけどね、現在結晶化と呼ばれる戦闘システムがね、噂されております。で、こちらね、戦闘中好きなタイプに変化可能で、見た目もね、変わるっていう、結構ね、面白い要素となっております。で、この要素が来た時どうなるのか。タイプ変更をね、戦闘中にできるようになると、対戦コンテンツですね、ここのね、読み合いがさらに楽しくなり、対戦コンテンツがね、盛り上がる、と思います。メインストーリーの攻略とか、まあ、大丈夫ご了承ってなるけど、やっぱりポケモンね、対戦コンテンツ、面白いからね。そこに対して、ダイマックスとかもそうですよね。いつ発動するかとか、そういう感じで対戦コンテンツに対して新しい試み。そしてね、ポケモンで大事なタイプにアタックできるということで、めちゃめちゃね、面白いコンテンツ、システムになりそうです。で、結晶化システムっていうのはね、今まであったのか。こちらなんですけどね、タイプ変化技っていうのはね、初代からね、登場しております。こちらに対してはね、自分のタイプを変化させる技、テクスチャーという技がね、初代、ポリゴンだけがね、使えるっていうふうなのがありました。で、第3タイプ追加技も XY からね、登場しております。XY からはね、ハロウィンや森の呪いなど、相手にタイプを増やす技もね、追加されていますので、まあ今までなかったわけじゃないんですけど、一部のユニットだったり、ね、そういう一部のユニットというか一部のポケモンだったりしたんですけど、まあ、今回ね、かなり、ほぼ全てのポケモンがね、使えるみたいな話なので、めちゃめちゃ面白くない？で、こちらなんですけどね、なんでこんな話が出てるのか、ポケモンのロゴとね、新要素の関連性、これがね、関わってきております。こちらね、スカバイのロゴ。で、ポケモンのね、今までのロゴには、それぞれのソフトで出てきた新要素を思わせる表現があります。で、これ、うんですね。うん。ポケットモンスターの、うん、のロゴ。の形でね、それをね、匂わせてきます。で、こちらなんですけどね、過去作 XY ではね、メガ進化、ルビーサファリメイクではね、原始回帰、サンムーンではね、Z 技、で、ソードシールドではね、ダイマックスに関わるアイテムがね、ロゴに隠されておりました。で、スカバに関してね、ちょっと見てみると、プリズムみたいな形なのかなと思われる結晶がね、ロゴに関わられて、書かれております。で、プリズムっていうのはね、光を通すとね、虹を思わせる7つの色にね、分裂するという風なね、ものなので、スカバイの PV、光とかね、結構、なんか洞窟が出てきて、パーって光がね、差し込む。みたいなね、強調演出とかもあったので、分かれて、まあ、タイプ、変化を起こすのかなと、まあ、みんなね、考察されております。なので、ちょっとね、ロゴについてはね、皆さん、押さえておきましょう。で、これ本当に来るのか、噂で終わってるのか、公式情報ではないので、来るかどうなのか、これについてはね、わからないんですけど、まあさっきもね、説明したように、タイトルロゴ、これ結晶がね、描かれてるので、今までのように新要素としてくる可能性はね、めちゃめちゃ高いと思います。タイプ一致補正をね、好きなタイミングで付けられるのはね、面白いしね、戦略性も上がりそうということで、まあ、あとはね、継続時間とかもね、大事になってきます。新要素、永続。メガ進化とかはね、永続、戦闘中永続だったり、原始回帰はね、場に出すために、ね、状態に変化したり。Z 技に関してはね、発動時1回だけとか、ダイマックスは3体限定とか、いろいろね、差があります。結晶化、これどうなのか、一旦限りなのか、そこがね、気になりますよね。まあ、うまいことね、紹介というか、実装してくると思いますので、ぜひね、楽しみに待ちましょう。というわけで、まとめといたしましてはね、匂わせてるよ。匂わせてるよ。隠してないからね。これがいいですよね。で、結晶化についてのね、情報。まあ、ダイマックスと同じように、すべてのポケモンでできるみたいに考えられております。で、新たなボールを使ってポケモンにエネルギーを与えて結晶化を起こすみたいなことも言われており、結晶化するってことはね、好きなタイプに変化。
で、イリオポもタイプ1になるとのことなのでね。戦闘コンテンツ、対戦コンテンツ特にほんとやばくなるよ。で、見た目も変化するということで、ここもね、いいよね。まあ、戦闘、対戦コンテンツだけ、っていう人も、ね、自分の好きなキャラ、見た目が変わってもっと好きになったりとか、ね、結晶化で、結晶化したポケモンめちゃめちゃ好きとか、そんな感じで、対戦だけでなくて見た目も変わるっていうのが、いろんなポケモンユーザーのことをね、考えてくれてる要素なのかと思います。というわけでね、ここもね、ポケモン動画。まあ、ちょっとね、こういう風なね、情報もね、ここ扱っていこうと思いますので、まあ、ぜひ一緒にね、まあ、今ちょっとスカバイの情報メインですけど、スカバイ、楽しみに待ちましょう。では、失礼いたします。